皆さんこんにちは、渡辺です。こんにちは、鶴谷です。今日はもう鶴ちゃんと名古屋に来てます。はい、やってきました。でちょっと今もうホテルの雰囲気なのでちょっとこう静かに話してるんですけど、今日はあの名古屋で有名な美容室、そうですね、コムズグループっていう美容室があるんですけど、そこの新年会に僕らが潜入してます。やってきましたね。やってきました。ついに、まあ、なんかやっぱそのすごい話題に今なってる美容室。そうですね。でそれ何で話題になってるかって言ったら、もう美容師さんやったら分かるんですけど、大体年収1000万の美容師さんがもうめちゃくちゃいるっていう。そうですよね。すごいですよね。なんでそれの実態を今日は暴いていこうかな。そうですね、暴きたいと思います。ちょっとね、気になってることをいっぱい聞いていこうかなと思うので、あの美容師さんだったりとか、ね、年収1000万いきたい方、よかったら参考にしてください、ね、ということで今から突撃します。コムズグループのフランチャイズで、三重県の伊勢市と松坂市にレシェルというブランドで、そして、もう一個伊勢市にイースタイルというブランド、そして名古屋市の、千種区にナトゥーラというブランドの計4店舗やっております。まずはそもそもが、これがいいのか悪いのかを見ずに、そこに一番フォーカスを最初に当てて、コムズグループというもの自体が、まあできたので、いわゆるいかにしてお金を稼げるのかとか、いかに、まあ、美容師さんが豊かになるのかというものをもう目的として最初に出来上がっているので、まあ、必然的に15年やってるとそれに近づいていくというか、もちろんお客さんをきれいにするとかっていうのは美容師として大前提としてあるんですけど、はい、まずコムズグループの目的としてやっぱり最初に出来上がった思いとしては、やっぱりこう美容師さんを豊かにしたいという思いがずっと継承されていってるので、まあ、結果的に1000万以上になるし、まあ、むしろこれがまあ通過点になってどんどんやっていけばなという思いでます。やっぱり美容院ってもともとすごくいい仕事じゃないですか、はい、やってることもすごく素晴らしいし、僕も現役で働いてるのですごくいい仕事だと思うんですけど、どうしても昔からなかなかその働く環境だとか、それこそ働いた分に対しての正当な対価をいただくっていうのは、まあ、なかなか難しいじゃないですか。で、まあ、例えば500万稼ぎたい、300万稼ぎたい、最初はそういうところから始まると思うんですけど、結局人間ってこう上昇志向なんで、300万稼げたら次400万欲しくなるし、500、600、700、800ってなっていくじゃないですか。なんで別に、なんでそうなれたかっていうのは、具体的にこれをしたからというよりは、やっぱりその段階をちゃんと減っていった結果なのかな。もちろん客単価が高いからいいってわけではないとはもちろんあるんですけども、ただ働く美容師さんからすると、高い単価をいただくっていうのは高い技術を提供しないといけないっていうプレッシャーにもなりますし、高いサービスを提供するっていう、基本的に、まあ、単価を高くいただこうと思うと美容師レベルのスキルを上げないともらえないので、何も悪いことではないのかなと思います。実はまだサロンやってまして、はい、まだ月に100人以上のお客さんがやってます。すごい大変じゃないですかね。もう美容師とオーナー業と、いや、そうでもないんですよ。要は僕たち のやり方っていうのは業務託なので、それぞれがまあ雇用されてないわけじゃないですか。なので例えば、まあ僕としては4店舗の、まあ、サロンのマネージメント、あとはコムズグループというグループでの仕事も今やらせてもらっているので、それと自分の会社の経理も全部やっているので、あと100人以上のサロンマンをしているんですが、物理的に難しいと思うんじゃないですか。なのでいい意味で現場は現場の責任者に任せてるんです。ああ、なるほど。ただその任せるっていうのも、例えばこれがいくらやっても、例えば20万円とかいくらやっても30万円で、せいぜいまあ20万円に出来高数パーセントっていうような、まあ、やってもやらなくても報われないような働き方だと任せるのって怖いじゃないですか。本当に例えば7時のカットの予約もやってもやらなくても給料変わらないんだったら、中には やりたくない人も出てくるじゃないですか。だって、ね、早く帰りたいんで。でも出来高でやったらやった分だけもらえるってなると、それなりに、まあ、任せてしまっても、やっぱり自分で自分の売り上げをコントロールしたくなるし、これぐらい自分が月に稼ぎたいっていう一つの目安があれば、騒ぐ人がまず少なくなると思うんですよ。
なので、まあ、オーナーの目を、まあ、隅々まで行き渡らせてないとみんなが勝手なことをしてしまうっていうことも結構なくなってくるというか、なのであのオーナーは別にオーナー業に専念してる人もいます。あの現場は任せながら、もっともっと単価を上げる方法だとか売り上げを上げる方法をあの探すために奔走してくださいますし、僕みたいにあのお客様したければ現場でやってる人もいるという感じですね。なるほどね。三重県のレシェル伊勢松坂から来ました。松坂と申します。よろしくお願いします。今年流行るヘアスタイルだったりとか、まあ、カラーでも何でもいいですけど、推していきたいのってありますか？あ、もう僕は推していきたいのは常にショートなので、おそれはもうあの流行りとか関係なくもう基本的にショートで推していきたいっていうのはあるので、やっぱり美容室に来られるお客様って基本的に髪の毛を切りたいと思って来られる方がいるので、まず何で大きく変われるかっていうのはやっぱりショートだと思うんですよ、はい、でロングの方がバッサリショートにしたりとかしたら、まあ、明らかに人から見て、あ、変わったなっていうふうなのが伝わる。で、あれどこで切ったのって言ったら、あれシェルで切ったんだよっていうふうに言ってもらって、それが宣伝にもつながると思いますし、まあ、ショートとかは特に絶対的な自信もあるんで、まあ、ショートを、まあ、流行りとか関係なくずっと押していきたいなっていう伝えの一つなんです。でも、ショート切れる人は、まあ、うまいっすね。大体ショート押してる人はもうカットうまい人やから。まあ、コミックグループに、まあ、入って、まあ、何が一番かっていうと、まあ、本当にたくさんの仲間がいて、でいろんな部分を得意にしてる部分が、撮影が得意にしてる美容師さんだったりとか、まあ、売り上げがすごく高い美容師さんだったりとか、まあ、いろんな人のいい話をたくさん聞ける機会っていうのもこの新年会の舞台だと思いますし、学べるっていうのがたくさんあるんで、学べるっていう部分では本当にコムズグループ以上のグループは僕はないんじゃないかな思うぐらい絶対的にいいグループだなと思うので、ぜひ、まあ、あの悩まれてる方がいたらぜひ紹介したいなと思うグループかなと思います。株式会社ハエンオールの宮内です。お店は今豊橋に3店舗大分に1店舗、豊橋も、テクライズというお店とレシェルというお店と、あとミューズっていうお店で、全部がカラー主体、パーマ主体、ヘッドスパ主体というような、結構こう技術に特化した形でブランドを分けていて、運営してます。で今年一応7月ぐらいに東京にアマニという新しいブランドにあの出店させてもらおうかなと思ってます。東京どちらの方に？まだ場所は決まってないんですけど、次だけはしっかり7月にオープンしようかな。まあ、もともとそのうちのグループの強い仕組みっていうのが、まあ、大前提にはあるんですけど、それプラス、しっかりとしたお店の集客だったりとか、それが見込める点、プラス、もうお店が発足して長いので、うちのグループがあのもう周りがそういう文化になっているというか、このぐらい売り上げるのが当たり前なこう文化になっていってるので、一人当たりの生産性も高いですし、お店のお客さんの付き方だったとかを知ってる先輩方が決めているから、それを、まあ、新しく入った子たちがこう見て学んで同じように上げていくから、まあ、その平均的に上がっていくというところの売り上げの上げ方が、まあ上手なところと、まあ、お店として集客が強いところと、まあ、大前提として仕組みが強いというところにあるのではないですか。 FC のオーナーをやられててなんかいいことだったりとか。いいこと、分かりますか？そうですね、まあ、いいことばっかりであれなんですけど、僕は、まあ、年齢的には25歳の時にうちの FC のオーナーの制度で独立させていただいて、もう本当にその辺の25歳の美容師さんと比べたら本当に多分いい生活をさせてもらったなっていうのが結果としてはあります。まあ、それもちろん海外旅行だったりとか結婚式もまあしっかり掛けられたりだとか、まあ自分が不自由なく生きていけるぐらい、まあ、車も、まあ、ある程度そのキャッシュでパンと買えたりだとか、そういう時にそう会社乗れたりとか、そういうのもできましたし、まあ、僕はあんまりその興味はないんですけど、お金の面ではすごいそういう風にその他の同い年の価値よりははるかに多分
構満足して働かせていただけたなっていうのは正直ありますね。その当時はやっぱり早くてお店出すの早いんじゃないとかってすごい周りに言われたんですけど、まあ田中社長をはじめうちのグループの人たちは大丈夫だよって、もう年齢なんて関係ないからって言ってくれたのをこう言ってくれたおかげで今があるという、本当にあと結果見てるだけというか自分にできることをやるだけ、あとはまあスタッフが今いてくれてるんで、はい、今の自分があるんですけど本当にありがたいです。お店ガイド栄で6店舗今やっておりまして、シャンルール栄とミラレスカ栄、ルドール栄、ソワリー栄で、オーガル栄、エストリア栄というのを6店舗経営しております。東京でサロンもされてたと、はい、美容師もされてたっていうのを聞いたんですけど、はい、で帰ってこられたのこっちにいつ、まあ、こっちに来られたっていつになる、10年前ですね。10年前、はい、なんかその理由というかこっちが地元とかですか。そうですね、こちらはもともと地元なので、名古屋でまあお店を出したいという気持ちで、ちょうど今40なんですけども、はい、10年前の30の時に帰ってこようと思って、それで30に帰っていた感じです。名古屋で40歳に見えないですよね。肌ツヤむちゃくちゃ綺麗なんですよね。さっきみたいな、でも30で独立するっていうことでジャックコムズグループさんに、はい、はい、で最初は、まあ、はい、名古屋の有名店に入ろうと思ったんですけども、はい、まあ、たまたまなかなかこう面接してくれるところもなかったので、まあ、年齢も年齢なので、うん、30っていう年が、まあ、年齢的に厳しいので、一番オーダーラインみたいな感じなんですか。そうなんですね。でそれでコムズさん の, その田中社長にお会いして、はい、そこで面接してもらった時に、まあ、2ヶ月から3ヶ月ぐらいで、まあ、最初辞めようと思ったんですけど、すぐ働いて、それは働く前は、はいはいはい、で、ちゃんとじっくりこう有名店探して、でそこで面接してそこで働こうと思ったんですけど、まあ、実際働いてみたらすごい楽しくて、こう10年間美容師やってきた中で本当に一番楽しい美容師だと思ったので、まあ、このままちょっと続けようと思った次第ですね。その何、楽しい理由っていう か, なんか何が、その決め手というか、なんか残ろうっていう。そうですね、はい、まあ、もともとやっぱりこうアシスタントがいるサロンで働いてたので、はい、自分一人でお客様をこう携わって全部こう最初からやるっていう仕組みの中が、まず自分がこうやったものがそのままお客さんとして返ってくるっていうのが楽しいと思う、やりがいがあるというか、やりましたし、まあ、そのやった分だけの、報酬もやっぱちゃんとしっかりもらえたので、今まで働いたところよりももう格段にこうお給料も上がったので、まあ、そういう2つの面でやりがいと給料の面で良かったって感じですね。もう今はじゃあ、サロンには立たれてるんですか。あ、そうですね、一応もうハサミは置いて、はい、一応経営を経営してるって感じです。なるほど、はい、もうハサミ置いた理由というか。そうですね、はい、1店舗目の時に自分がこうどうしてもオーナーでやってるので、まあ、お客さんもどんどんこうついてくるのは当たり前のことなんですけど、自分のやっぱスタッフがやっぱお客さんついてないだったりとか、あまりこうお客さんに集中しちゃってスタッフも全然見れてなかったので、うんうんうん、その中でこう自分がこう美容師としてやってきたことを、まあ、不安な部分もすごいありましたし、お客さんのやってる中でこう技術的なことでもすごい悩みもあったので、そういうことを解決できる、まあ、サポート役というか、はい、そういう人になりたいなって思ったのが、まあ、一番まさに置くきっかけですか、ね。また裏方ですよね。だからそれになりたいってことですよね。スケジュール的には、はい、まあ、朝は普通に朝礼に出て同じように、まあ、9時半ぐらいに出てるんですけども、今まあ6店舗あるのでそれぞれの店を、まあ時間は2時間から3時間ぐらいに1店舗回って、まあ、気になるところをちょっとこう、はい、いろいろ話していったりとか、はい、まあ、どうしてもこうそれぞれ回ると改善点とかがそれぞれまあ見つかるので、それを少しずつ変えていくような感じでやってますね。やっぱりこう美容師ってどうしてもこうお給料が安いだったりとか、まあ、時間がないとか、まあ、いわゆる業界なんですけども、まあ、うち の, 本当にこうグループっていうのは本当にこう時間もあってお給料もあって、まあ、いろいろ海外旅行も行けたりとか、あとまあ結婚してる子だったら家族に対していろんなこうサポートできたりとか、家族から本当にこう尊敬されるような僕は職業だと思ってるので、まあ、そういう意味でもし今現状の美容師で悩んでる方とか、まあ、そういう人がいたらこの世界もあるんだよということで話を聞いてもらえたらいいかなと思いますので、まずは一回話したけどもぜひ聞いてもらえたらいいかなと思います。本当に夢のあるグループだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
僕も多分20代前半やったら多分来てると思います。そうですね。はい、ジ・オスカー免疫のミョンファです。きっかけみたいなって、ただ私はオンリーワンサロンだったので全部一人でお客様を担当したい、うん、それだけで選びました。ま、前のお店はじゃあもう普通にアシスタントがいて、自分のメインアシスタントもいてって感じだったんですけど、自分を指名してくれてるから全部自分でやりたい、あと全部自分でやった方がお客様のことを全部知ることができるので、うん、それが良くてうちのサロンに入ってきました。なるほどね。でもその前9年10年とかってなかなかないよね。そういうお店って大体もうアシスタントがいてみたいな、自分でやるっていうのがあんまり多分なかったかなと。珍しかったよな、多分。そうですよね。まあ、なんかそのサロンワークで、こう一日のこうお客様にこうついてる時間だったりとか、何人担当してるとか、なんかそういうところちょっと聞かせてもらえたらなと思います。私今一昨年に結婚して、はい、結婚する前まではもうすっごい働いてたんですけど、うんうん、結婚して家庭を持ったので、まあ10時から8時半できっちり決めて。はい、もう指名のお客様のみでやってて、はい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 、去年は実は授かったので。え、いつ作るの？もう今安定期入るぐらいなんですけど。おめでとうございます。ああ、そうなんですね。なので、うん、まあ授かってるんですけど普通に仕事はしてて、はい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 、意外と大丈夫だったので、はい、意外に妊婦でも働けるんだなと思ったので、あんまりこうなかったんですか？なかったんですよ。ああ、じゃあいいか。結構うちで働いてた子はみんなやられてたよね。そうですね。そうなんです。ちょっと体力がちょっと低下したぐらいで、なんか意外といけたので、うんうん、ただやっぱ無理はできないのでほどほどにしつつって感じで。じゃあ妊娠される前は1日何人ぐらい担当される？メニューにもよるんですけど、はいはいはい、8とか5、6、7、8ぐらいですかね。多くて10とか。結構すごいですよね。10、まあだからメニューがカットとかだったら10はいけるけど、そうですね、いや結構すごいですよね。だいたいけど8とかは。はあ、すごいな。でも妊娠して。そうですよね。また戻ってこられるんですか？すぐ戻ってくれる。そうそういう環境なので、うちの会社は、はい、どんな感じで社長に相談しても大体 OK なので、はい、その分自分も結果を出そうと思うので、はい、へー、いい会社だ。本当に女性にも優しいって思う。やっぱすごいね。すごいですね。そらやっぱこんだけ集まるよね、はい、皆さん。だって皆さんだって今日も痛くて、別に来いとも言われてなくて来てますよね、今日とかも。ねえ、普通だったらね、もう今日やめとこうかなって、うん、なるやろな。そうね、しんどいしみたいな、はい、それだけの魅力があんねやろな。だから、まあ、じゃあ最後になりますが、まあ、その女性美容師さんに向けてなんか一言メッセージがあればお願いします。そうですね、今は男性美容師より女性美容師を求めてる方がすごくたくさんいるので、男性より全然女性が稼げると思うので、どんな状況であってもやっぱ子供ができてとか結婚したりしても、そういう環境を作ってくれるサロンがたくさんありますので、頑張って女性美容師、男性美容師に負けないように、みんなで頑張っていきたいと思います。負けます、僕も。ほんま素晴らしい。素晴らしいですね。もう今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、こんな感じでもうインタビュー終わりましたね。いろいろ美容師さんに聞いて、やっぱオーナーさんがね多いね。すごいですね、うん、オーナーさんが結構いっぱいいたから。まあでもいろいろなんかお話も聞けて、まあ、美容師の将来というかね、なんかこういう風になったら美容業界変わるのかなっていうところを聞けたかな。そうですね。なんでまあ美容師を目指す方だったりとか、なんか今美容師で悩んでる方、結構この動画見ていろいろ参考になればなと思いますので、またちょっと明日からはね、じゃあ次からは通常の
ヘアのやつやりますけど、はい、たまにはこういうのもよかったら見てください。まあ、美容業界の裏側みたいなもんです、ね、そうですね、リアリティがあってよかったですよね、はい。また鶴谷さんと一緒に動画もやりますんで、はい、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた皆さん、ありがとうございました。さよなら。